こんん。にちは、さん深夜のコソコソ話でございます。昨日ねトヨペットの方に行ってきましてタイヤの交換が必要だと言われまして見積もり取ってもらったら20万くらいするんですよねまあ仕方がないですかね <laughs> 払っていかないと。 で、えー、今日はカルダノエダのお話をちょっとするんですけどもあのいつもね動画の方を送っていきましてありがとうございますこの辺でカルダノエダってものをちょっとねおさらいしてみようかと思いましてそんな動画にしようと思います、まあ、そもそもカルダノっていうのはプラットフォームだと思うんですねで、仮想通貨と言われる、えー、エイダこれがあ私たちがいつも見ている価格がいくらですよとかステーキングがこうなってますよってやつでございますけどもまあエイダっていうのはね オペレーションを可能にするためにカルダノが設定したプラットフォームということになりますねそれ逆ですね A だってものを使うためのプラットフォームがカルダノっていうプラットフォームですよねここをちょっとねごっちゃになることがありますので整理しておかないとなっていうのが前提でございますでこのプラットフォーム 体なってやつがプラットフォームなんですけども、その上に A だってのが乗ってるわけなんですけども、この体なってプラットフォームは多層構造になってるんですよね。ちょっとイメージしにくいですけども、でいつもハードフォークって言葉は聞くんですけども、逆にソフトフォークってものもあるわけですよね。この体ののプラットフォームっていうのはソフトフォークで簡単にメンテナンスや アップグレードができるという弾力性をシステムにもたらしているというのが特徴の一つかなと思うんですよ。で、カルダノはプルーフオブステークスっていう仕組みですか。これも採用しています、うん。プルーフオブワークっていうのがありましたけどね。今度はこのプルーフオブステークスっていうやつで、これによって消費電力を削減しつつスケーラビリティ、要するに能力を向上しているというふうな、とってもいいとこ取りのシステムだということになります。で、カルダノの二つ目の特徴になりますけども、 このメインネットワーク内にサブネットワークが存在するということを可能にしている再帰的インターネットアーキテクチャという風に言われてますけどもこれ何のことかわかんないですよね簡単に言うとネットワークの成長を簡単にする仕組みですよってことなんですよねまあこういう風に説明すればああなるほどねってわかりやすいと思いますでもっともっと掘り込んでいくとねこのカルダナっていうのはブロックチェーンの中のインターネットを目指してるわけなんですよそのためにプロジェクトを進めてるってことになってますこれがまだね えー、完成してないんですけどもねこれが完成したらあの仮想通貨とかブロックチェーンの中の中核を成すものがカだダナというものになりますんでもう1強になるかなとそうなるとカダナの価格ってのは価格ですよあの1エイダが1,000円とかね2万円とかねこの辺になってくるってことになりますんでそうなったらいいなと。 現在第四段階目でしょ。だからもうちょっとだと思いますけども、このもうちょっとが。一年になるのか、五年になるのか、ちょっと分かりかねるってことになります。はい。それでまとめますとね。あのー。すべての。仮想通貨が並列で存在して。お互いに仲介なしで交換できるように。するっていうのを目指しているんですよ。まあ、そうなると、今スイフトっていう国際決済システムがありますけども。そんなんなくしてね。 ドルから円に円からユーロにみたいな交換ができるってことになりますのでそれがあーいろんなね、えーまあ、1万個ぐらいあると言われているあの仮想通貨の中でポン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 やり取りができるんで。 すごく便利になななるんじゃいいかなっていうとところとそうなると今みたいな価格のボラテリティも落ち着いて通貨としての役割を果たすんではないかなってことを想像するんですけどもね。うん、であとカルダナっていうのは必要に応じてトランザクションにメタデータを添付することも可能になりますのでまあこれに対してはですねネットワークが銀行や政府によってより使いやすいものになるということでこのカルダナというものが人類の歴史中央にボンとあることによってね もうそれこそ政府や企業も使いやすくなるということで、世の中の仕組みがものすごく見えやすくわかりやすく、そして安全性も高いものになるということで説明できるんではなかろうかと思います。まあ、説明してもね、なんだそりゃっていうことになるかもしれませんけども、一応説明できるようにはなっていたかなっていうのが今回のこそコそ話でございました。はい、どうもありがとうございました。お疲れ様です。